行方がわからない暗黒騎士の捜索については派遣した東帝国の近衛兵や戦国騎士に任せるしかない。ですが現状では何の報告も上がってきていないんですよね。ええ、もしかしたらすでに姿を消した暗黒騎士たちが合流している可能性もあるわ。何らかの行動を起こされる前に止めたいですが、少なくとも奴らが行動を起こすとしたら東帝国内のはずだ。ねえ、普及の壁を越えるのは困難です。ベルクーリ閣下。なんだ。捜索に出ていた近衛兵から暗黒騎士発見の報告が入りました。飛竜での捜索でも見つからなかったのに、なぜ今になって。それで暗黒騎士はどこで見つかった。それがここから相当遠くない場所でして、奴らは隊列を組みここ王都セントリアへ向かっています。まさか。おじさま、相手はそれなりの人数のはず。我々聖豪騎士も数を揃えて迎え撃つべきでは。俺も同意見だ。旗の山脈の警護をしている騎士を除き全ての聖豪騎士を集めろ。王都へ侵攻される前に我々で暗黒騎士の一団を迎撃する。以上に少ないですね。ベルクーリ様の指示通り果ての山脈を警護する騎士は招集していませんからね。いえ違います。少ないと感じたのは暗黒騎士の方です。この程度の人数だけで聖豪騎士を倒して無謀だと言いたいんだろう、ジョーちゃん。おじ様、ええ、彼らが生きていたのは数十年前といえども、聖豪騎士の実力を見誤るなどとは思えません。ああ、俺もそう思う。ファナティオ、騎士たちはその場で待機だ。わかりました。しかし一体何をするおつもりで。なんてことはねえ。ジョーちゃんの疑問を晴らしに行くのさ。と言います。直接聞いてくる。なりません。そのような危険なこと。俺も行くよ。確かに暗黒騎士の行動は気になる。当然私も行きます。数人をカラントに残して残りが勝てない相手に特攻などやはり変です。というわけだ。行ってくる。わかりました。お気をつけて。たった3人で来るとは。聖豪騎士の尊大さはいつの時代も変わらぬな。あるいは我ら暗否定してやりたいが、俺たちがここへ来たりどんな言い方をしても嫌味に聞こえるだろうから、あんたらじゃ俺たち聖豪騎士にかなわねえ。おそらくこっちは一人の損失もなくお前らを破れる。一体何がおかしいのです。当たり前の事実を真面目そうな顔をして言い放つことに笑ったのだ。なんだ。貴様の言う通り我々はこの戦いに勝てないだろう。ならなぜ挑む。無論勝利のためだ。言っていることがめちゃくちゃだぜ。どうとでも取れ。話は終わりか。ああ、ではさっさと仲間のもとへ戻れ。どう思う。何かを隠している。時間稼ぎか。俺もそう思う。だがあいつらがこの場で戦いを望んでいる以上、ご報告があります。なんだ。
最高司祭代理様から伝言が届きました。カーディナルから。聞かせてくれ。外部記憶を調べた結果、100年以上前に起きた大規模な戦闘に関する記述を、その記述によると、東帝国にかつて軍勢と呼べる規模の暗黒騎士が侵入し、聖豪騎士によって殲滅されたようだ。座標も共に送る。急げとのことです。100年以上前か。それほどの出来事を覚えていねってことは、100年以上前の暗黒騎士に関する記憶は最高司祭殿に。おじさま、それ以上は。あ、すまねえ。まだ断定はできないけど、暗黒騎士が軍勢を蘇らせるためにここで聖豪騎士を足止めしている可能性がある。ベルクリさん。ああ、お前たちはそっちに行ってくれ。ただ気をつけろよ。復活を阻めなかった場合、大量の暗黒騎士とお前たちだけで戦うことになる。その時はその時さ。ではおじさま、ご武運を。ああ、ジョーちゃんの方こそ気を抜くなよ。さて。ああ、